例えば学生時代から生きている間お金とはずっと付き合わなきゃいけないんですよねお金に振り回されないことをやっぱり一番理解してもらうのが僕は大事なのかなって思います、うんうん、それが教育上一番大事僕なんかシンガポールに長い間住んでますし今回ロサンゼルスに行っても日常会話にお金の話が出てきますよね、うん、生徒さんにもよくこういう質問をするんですがお父さんどれぐらい借金してるか知ってる <laughs> 知らないだろうな <laughs> なんとなくねお金の話を家の中でするのははしたない